黒 T シャツで部屋着暑くて半袖にしちゃいましたはハートと星さんもありがとうございます華丸さんハートありがとうメイクもバラありがとうハートもありがとうございます 今日すごい暑かったですバナナンさんバラありがとうあポニーってポニー 紹介しよう。しゅさん。いるかな,なか。よかった。え、これライトつけるか悩む。なんか光飛んじゃうね。け <laughs> ん受験さんいらっしゃる。 こんばんは。タフなスタイドルに期生たち十番の畑美咲です。よかったらツイッターとショールームのルームのフォローお願いします。リクくん、あきくん、わかる。 ハートありがとう。あ、待ってね、すごい流れちゃった。金魚さん、ハートありがとう。あ、ハッピーな中ちゃん、だるまありがとう、黄色いだるまさん。あ、待って、花丸さん。あ、待って、間違えた。え、これなんだろう なんかありがとうラッコさん。<laughs> 何これ。モナーさんハートありがとう。初めて来ました 初めて来ましたって人今いた気がするありがとあー死んだあやみちゃんばだるまさんありがとうめいくんばらありがとうあやあやちゃん名前同じ言ったえ、なんか一位になってる何の一？位 何の位置あ、どうしようナッツさんハートありがとうヤスヤスさんこんばんは初見ですセナさんありがとうございます嬉しいスタイルみ見,見てくださってたってことかなありがとうございます ハトありがとう。でね。<laughs> あ、イラスト見ました。ありがとうございます。さっき保存しました。今さっき。ありがとうございます。兄ちゃん好きすぎるランキング1位になりたい。嬉しい。花ナテンテさん、ありがとうございます。うん、はい。ひひひ。 金魚さんだるまありがとう。みーたん。嬉しい！ありがとうございます。あの待ってダイさんありがとうございます。えりなちゃん！ポニテに会ってありがとうございます。イヴサンローランリップあそっか。そっか。待って載せますね。投稿ですいません。載せます。ま インスタに載せますね。好き。めっちゃうし嬉しい。ありがとうございます。はるちゃん、お帰り。<laughs> はるちゃん、お帰りなさい。オーリオさんと話したことないですね。そうなんですよ。今日はね、オペラだよ。オペラのリップ。 今日はね、何してた買い物してました。みそ、みそさん。コメントありがとうございます。やすやすさん、ランタン。ランタンさん、サンダルもありがとう。いっぱいありがとう、やすやすさん。嬉しいです。 何買ったん何も買ってないまだ悩み中ですモナちゃんハートありがとう小判ありがとうハッピーななかちゃんバラもありがとう 部活とかししてましたよ中学の時はテニス部で高校生の時はダンス部でしたテニスはねもうねめっちゃあれですよ弱かったです私。<laughs> 全然センスなくてあんまりできないですでもやりたいな運動でもねできない方じゃないんですよあテニスはね右でやってましたああ待って読み取れなかったごめんなさい テニス対決。楽しそう。しほちゃん覚えてるよ。ありがとうございます。 さん、鉛筆は左利きです。鉛筆は左利きで、お箸は右です。握手会行くありがとうございます、しおんさん。みくき、わかる、ありがとうございます。ハートありがとう、愛子さん。 おしま,いでまたお話ししましょうぜひハイブリッド型みーちゃん <laughs> そうかざさん一旦落ちますまた来てください絶対まー、あ、さん仕事中なの大丈夫仕事頑張ってください そう、右上のハートをピンクにしてください。皆さん、ぜひ。そう、2期杯が始まります。あと、バラエティ番組も始まります。で、2期生も出させていただくことになってるので、よかったら来週からも見てください。あのー、 多分同じ時間だと思うんですけど、見てください。バラエティー。なんか昨日、エゴサしてたら、なんか、正式メンバーって言うんですかね。が、なんかいないことになってたので。<laughs> なんか、そう。一期生さんと二期生アンダーさんしか、なんか、出てないみたいな。 感じになってたので、ちゃんといるので、見つけてください。お願いします。ね、なってたよね。<laughs> <laughs> なんか、そう、ちょっと悲しかったけど。そうなんですよ。そう、背がね、小さすぎて、予告もね、予告、ラサイよろしくってとこもね、私ね、見えてなくて、そう。<laughs> なんか、 生さん身長が大きいんですよねそう2期目の扱いがって言ってる <laughs> ねちょっと悲しいですけどねあんまりねスポットが当たらなかったですね予告で悲しかったですちょっとそう2期生ねみんな身長低くて1期生さんが本当に身長が高かった 高いので、もう本当に見てわかるほどですね。本当に小さいですみんな。ねえ埋もれちゃいますね、あんな人数多いと。だからぜひめっちゃ探してください <laughs>。探せなかったらね、なんか映るかなーって感じです。 写ってない気がする不安年長組のパワー <laughs> そうそうそう、もしかしたら映らないかもしれないけど映れるように頑張ります <laughs> ね爪痕残したいですね。 でもなんか私、あんまり人前に出れる感じじゃないので、なんか、すごい不安です。<laughs> そんなこと言ってらんないけど。頑張ります。で、そう、ニキハイが始まります。ショールーム番組なんですけど、あの、ショールーム番組なので、 あのー、こっちに来ていただかなくてもショールームで見れるのでよかったら見てください2期生のあのー、あライト強いやめるライト <laughs> ライトやめようかわか,かんないそうそうそうねえそうめっちゃ土平日 でちょっと夕方だからお仕事とかね学校とか多分かぶっちゃったりしてると思うんですけどもし時間がある方は是非見ていただけると嬉しいですでいじられるいじられるかなでなんかえっ、ー、となんだっけ 10日と18日にショールーム番組のメンバーが決まってて10日と18日に私出るのでよかったら皆さん見てください。見て。あと、なんだっけ、観覧も募集してるみたいでなんかまだ何やるか全然知らないんですけどそう、よかったら 皆さん、お近くの方しか来れないかもしれないんですけど、よかったら来てください。観覧本当当た体たい当たるんじゃないかな <laughs> わかんないけど。そんなに申し込む方いらっしゃるかないてほしいですけど。お近くじゃない方、いたくさんいらっしゃいますよね。 あって、わやしさん、来てください、ぜひ。まあまあ近い。まあさん来てください。参加費、千円って書いてあった気がする。ような気がします。ねえ、仕事ですよね。めっちゃ遠いか。 お、すごい。10分で着くあ、こしまりさん、また来てください。絶対。またね。ワンドリンク付き1000円なんだ。ワンドリンク付き1000円らしいです。ねえ、それですよね。なんか初日は抽選のみらしいんですけど、外れたら帰らなきゃいけないのかな。でもなんか会場、すごい広そうなので、 わかんないけど当たるんじゃないかなどうなんだろうワンダリンクあやたかあるかな <laughs> 私も飲みたいあすみさんだお似て可愛いってありがとうございます嬉しい えーかあるかな <laughs> あー、待って、見れなかった。<laughs> ねえたさん、ありがとう。見てくれて。お風呂、千鶴さん、お風呂入っちゃうのバイバイ。また来てください。4G で見るのあ、そっか。 ワイイ環境近くにあるといいななっつさんだるまありがとう九州行きたいねもんもんさん覚えてるよもちろん毎日ありがとう来てくれなんか昨日お昼だっけ配信したからすごい久しぶりに感じるあとなんかショールーム始める前まだめっちゃ緊張します たかゆきさん充電やばい今充電なくなっちゃうよ。多分見てると。すいません。1000円プラスドリンクらしいです。1500円くらいかなたっちゃんハートありがとう。やすやすさんだるまありがとう。 広島金太さん、農民で決まり、ねえ、まだ悩んでる、どうしよう。なんかかりんが、なんか、あんだしてくれて。それも悩むな。なおちゃん、ありがとう。 受験泉さん頑張って受験ありがとうございます愛子ちゃんハートありがとう 1000, 1000人になって1229人になってる今誰か配信してるかなあバナナンさんハートありがとう 愛子ちゃんもいっぱいありがとう。<laughs> すごいいっぱいハート。ありがとうございます。嬉しい。ナつツさんバラありがとう。ハズタン。ハズタン。ハズタン来てくれてありがとう。 メンバーカラーね何も決まってなくてそう決めたいですけどねピンクラベンダーでもなんかピンクもラベンダーも好きな子がメンバーにいるからね。 ラベンダーがいいけど、ほのちゃんかな薄紫が好きって言ってるから、どうだろう。ね。ほのちゃんピンクかと思ったけど、違かった。で、ピンクはね、りめちゃんもピンクが好きって言ってる気がする。 ね、意外だよね。んちゃん、ほなちゃん薄紫だよね。そう、言ってるよね。それかもう白にしちゃおうかな。<laughs> 一本なのかななんか、サイリウムって二本とか使ったりするじゃないですか。白いい白にしようかな。 もし選べるなら追加白と紫とかがいいなでもな単色がいいかもどっちでもいいや <laughs> あまりものになりそうだな私みんな何色なんだろうタコさんありがとうりっちゃん タコさんありがとう。タコさん。白ピンクはね、ちょっと違うな。ノーススターさん今日も来てありがとうございます。今日も来てくれて。嬉しいです。悩いもあがちなのかな 紫ピンクか、なんかちょっときつくない <laughs> なんかしつこい気がする。黄色黄色すごい嫌だ。<laughs> ってすごい嫌だって言っちゃった。やすやさん、ハートありがとう。ねえ、そうだよね。なんか年上って紫のイメージ。みんな何色なんだろう ね、黄色の T シャツ似合ってなさす,すぎてほんと嫌です。なんかもう、黄色の T シャツとか初めて来ました。なんか当たり障りのない色が、やっぱ、ね、似合う気がする。まあ、なんちゃ青なんだ。まあ、なんちゃ青いいね。ぽい。あ、そうなんだ。白と紫って大谷。 大谷エミリーと一緒なんだって。<laughs> 大谷エミリーと一緒になっちゃう。大谷エミリーと一緒にしちゃおうかな、も <laughs> ピンクはね、絶対ね、なれないと思うな。なんかピンク好きな子に、三人いたいような気がする。一緒にしちゃえ。 ねちょっと黄色ちょっと辛いな。<laughs> 辛いです、なんか。めっちゃ奇抜だった、しかも。なんか、結構濃いめのビビッドイエローみたいな感じだったから。そうそうそう。もう真っ白にしよっかな、もう。両方白。<laughs> ね、そうそうそう、そうだ、ももちゃんもピンクがいいって言ってた気がする。ピンクがいいっていうか、ピンクが好きって言ってた気がする。ライカさん、初見さん、ありがとうございます。ありがとうございます。白いいと思うほんと当たり触りのないね、白。何色にも染まり、染まりそう。 例えばじゃん。塗装、塗装で色出すの難しい。そうなんだ、黄色。確かに難しそう。青と緑絶対、そうでしょ。ね、水野さん青っぽすぎるね。いいな私は何色のイメージりっちゃん、花束ありがとう。りっちゃん、ありがとう。 マッツー、今日も可愛いだって嬉しい、ありがとう。褒められた。たーくんです、たーくん。あ、待って、初見さん。ラストアイドル2期生の立ち位置10番、畠みさきです。こんばんは。2期生の最年長です。 ショールームとツイッターのフォローよかったらお願いします。待ってます。パープル、ラベンダー。ねもっちゃんやだ、黄色やだ。緑寄りの、私緑、好んだこと一度もない。りゅう、りゅうくん、最年長ですよ。 びっくり。そう。2期生の中で最年長で。両方フォローしてます。まーさんありがとう嬉しい焦げ茶色焦げ茶色なんてあるの紫。え、みんな私が紫好きって言ってるか、紫って言ってくれてるのかな なんでもいいよねそれな幼いって言われたよく言われるけどそうなんですよ最年長でございます22歳です今年で23歳かも早生まれだから 三月だけど。十二歳には見えない。<laughs> 見えないよー。すごい今初見さんが、さっき何人かいた気がする。嬉しい。そう。はたみさきって呼ばれてる。 でも、ほのちゃんだけだと思う。うん。かりんとかみさきって呼ぶと思う。あとはみーちゃん。でもなんか、何も呼ばれない人もいる気がする。<laughs> 何も呼ばれないっていうか、呼ばれる、なんか、のが想像できないかも。 みーちゃんかなあ、でも、みさきちゃんって呼んでる人もいた気がする。なんて呼ばれてるかなそうねーとか。ね、いる、いた気がする。え、み、みさきちゃんかななんか、みさきちゃんってすごい呼びづらくないですか三文字。みさきちゃん。 シホちゃん、キンブレシート作ったってありがとうございます。マルチさん、ハートありがとう。嬉しい。タコさん、アイコちゃん、ありがとう。あ、そう、ミチャキって呼ばれてるか。あ、それ、ユメちゃんだ。あ、カズさん、ただいま、おかえりなさい。戻ってきてくれてありがとう。ミリニャーって言って ミリニャねえ、ミリニャとさっきね、たまごっち結婚したの。さっき。<laughs> 他のショールーム行ったら、早口に感じたって <laughs>。握手行ってもいいだって、来てください。嬉しい。 すのんちゃんと結婚した子供がミリニゃのたまごっちと結婚したのだから浮気じゃないよスマホ見せてあスマホ今これ使っちゃってますこれタブレットなのあるよ すごい遺伝子ね。思った。遺伝子すごいって思って。なんちゃんの孫が生まれる。あ,あ、そういうことか。<laughs> あ、りゅうさん、アイスありがとう。アイス、アイス、アイス。アイス、イスありがとう。うれしい。 え初見さんだったよね嬉しいありがとうございます <laughs> 俺のたまごっちもちゃんと結婚してんだけどなんでえ分かんないなんでげんちゃんすごいね <laughs> マナであだ名つけて。 マナ。マナ、ま。マナリン。可愛い,い。二十二歳なんです。ガタガタさんだ。ありがとうございます。おすすめの映画。なんだろう。魔女の宅急便が好きだけど。 なんか永久に好き。魔女の宅急便は。マーク・ジェイコブズのバッグお揃いにしようぜひ。それね、あれ、ヨーロッパ行った時に買ったからすごい安かった。大好きな育成は、みんな大好きなんですけど、好きか好きってなんだ推し名は西村さんです。 好きって何好き。なんかいっぱいいる好きな人。なんか安田さんとかもすごい好きだし、美咲さんも。そう、好き。推しとか尊敬ってなると西村さんです。真島さんもすごい好き。てかみんな好きだ。好きが溢れる。DD やん、DD だね。<laughs> オペラのリップナンバーオペラリップティント12グリマーレッドだってランメンのやつ美咲ちゃんは基本 DD それなねえ長月さんも好きあどうしようみんな好きだ 好きで好きでしょうがない一期生のユニット曲も含めどの曲トランジットです篠原のぞみさんは何が何がだ清原さんも好きすごい好きかわいい 町田ほのかさん好きだよ顔アップになるとちょっとみーたんに似てる気がする長月さん絶対似てないちょっとそれ叩かれるやつですこい叩かれる炎上だ炎上 俺のこと好き好きだよ。もっちゃん。バラありがとう、ニッシー。嬉しい、ありがとう。ピノタン、来てくれてありがとう。ケイちゃん、だるまありがとう。だるまさんありがとう。マナさん、花束ありがとう。 余計なこと言ってごめんなさいって言われちゃったわっくんさん。ごめんね。私が変なこと言った。なんか近くなっちゃう。華丸さんさっきからいっぱい提起してくれてありがとうね。あ、ほんとだ。二千人になっている。わーい。二千人。嬉しい。あ、乗り玉さん行っちゃう。 戻ってきて絶対ねえ嘘それはシュリさんもめっちゃ好き中村シュリさん戻ってきてね長月さんポジションあり長月さんポジションって何 長槻さんみたいになんか抜群な才能ないですでも長槻さんって本当にすごいからねみんな2期生とかみんな尊敬してると思います歌って歌えない いい女感あるほんといい女トランジットめっちゃ好きなんですよね今日お洋服ブランドないと思うただの T シャツです黒いなんか多分そこら辺で買ったスナイデルで働いてました 歌えないみんなに音痴って言われる何歌う何歌うの練習するわ <laughs> でやっぱり歌えない <laughs> 恥ずかしいこれ。 そつないでるだったんですよだからいっぱい持ってるんですよ昔のやつ <laughs> そう昔のやつだけそうミリニャもつないでるですよ「君のアチュ」カラオケ配信ねある日 <laughs> 森の中クマさんに出会った この咲く森の道くまさんに出会った <laughs> イエーイ相吹きねでもちゃんと歌ってるよ相吹き歌ってるけど恥ずかしいここねでもね相吹きすごい難しいんですよ歌 低か,かったりするからめっちゃ難しいし音程が音程を取るのがめっちゃ難しいでね歌うよあ赤いスイートピーね悩んでたすごい <laughs> ほぼさんにいそうって言われたんだけどほんとにま丸さん 黒のね、ボトムはね、そう、あのね、前回、前回だっけ去年か、一昨年のスナイデルのやつです。僕は、無抵抗だ。プレスが大変そう。そう、真空にしてね、やるんだったんだ。俳句詞っぽい、ほんとに え子供に好かれそう好かれたい〜い <laughs> なんか会いたいんだ今すぐその角から ラブどっちのあれですねめっちゃあ待ってあのねガールズルールもね悩んでたでもガールズルールはすごいアップテンポで結構驚きだったからああのんだっけ最初の紹介 VTR でしおりさんまた来てください VTR で あの、あの、鏡の部屋で歌、踊、歌って踊ってたのが、ガールズルール。そうそうそう、そう練習してた分かった分かるんだ。ガールル、やると思ってた。めっちゃ好き。でもなんかシンクロニシティもすごい好きなんですよね。かシンクロニシティなんか、練習してるときとかすごい、歌いながら泣きそうになる。 めっちゃ感動しませんあの歌「カーテンの中」踊ってよさすがのぎおたそうそう西村さんもガルル歌ってたからちょっとやめようかなって思いましたね裸はだしでさまめっちゃ可愛かったる菜ちゃんるなちゃんってよく乃木坂とか欅さんの 坂さんけヤキさんの話めっちゃしますよカールズルールなんかライブでやりたいみんなで <laughs> さよならの意味私も好きミキの中で一番可愛い本当嘘や嬉しいでもとてもありがとうございます わっくん、かわいいってありがとうございます。れなちゃんね、すごいね、あれよ、なんか、かわいいんですよ。妹みたいで、なんか、乃木坂さん、乃木坂工事中見てるときとかもずっと、選抜発表の時きとかずっと LINE したりしていましたよ。えーとか言って。 そかわいいです瑠ナちゃん前髪の作り方ね投稿するね七煮丸卒業しないでねしないでほしいけどそんなこと言えないけどだるまさんありがとうございますナッツさん アンダーの配信誰の見ましたかね結構見ましたよ高木美帆ちゃんのをちょっと見てあとね誰の見たっけひまりちゃんとゆうきのも見たしちょっとだけど全部は見てないあとは萌ちゃんのも見たか なんかちょくちょく見してました。うんうんうん。あ、ちーちゃんのも見たな。ほのちゃんの配信見てますよ。めっちゃ見てる。げんちゃんもめっちゃ見てるよ。ひらがなの歌もめっちゃ好きです。ひらがなさん。 ねえ、ほのちゃんい、ずっとはたみせきって呼んできます。でも多分ほのちゃんだけだと思うけどなはたみせきって呼んでくるのた多分。時間経つの早い。え、今な。あ、もう46分だって早い。メイクありがとう。本当に嬉しいです。ねえ、なんかこれから不安ですけど、頑張りますよ。 も,もはちさん、いいね、ありがとう。も,もはちさん、なんか久しぶりな感じします。ありがとうございます。嬉しい。ナッツさん、ハートいっぱい、ありがとう。ミー、ミーだ、ありがとう。リュウくんタコさん、ありがとう。タコさん。リカリン、だるま、ありがとう。モナさん、ハート、ありがとう。 ね、ちいちゃんの人気すごいよねのんちゃんもだけどあの二人の人気さは本当にすごいよねあ読めないねタワーがすごかった確かに。 みんなタワーすごいなって思って。シュうシュうさん、ハートありがとう。あゆみさんもだるまありがとう。負けてないよってありがとう、そう言ってくれて。 明日何時にやろうかな夜か朝か悩みます <laughs> タワー妖精ってきてるそういうわけじゃないです <laughs> そういうわけじゃないですよタワーたくさん立った方がいい嬉しいまあでも嬉しいですね嬉しいけどそんな要請したくないフか <laughs> なんだろうね。うん。た、なんだろうタワーってたぶん建てたいって思ったら建てるものだから。ね。そういうことはしないですよ。りっちゃんハートありがとう。 暑くなってきた。タワーの話やめよう。もはちさん、花束ありがとう。あ、夢。すいません。リップを倒した。 そう、今日すごい暑いスクショタイムしようやっちゃった <laughs> すいませんいつもいつも本当にハートありがとうございますすいません こぼしてない倒れました今充電器のコード引っ張っちゃってじゃあスクショタイムしよう何しようぺこちゃんポーズ できない <laughs> できないんだけどペコちゃんチャリシナモンポーズって何シナ シナモンポーズ顔見せて顔見せてるよ見えない顔うさ <laughs> 耳あっ画面向いてってことかなカメラ向いてってことウインクできないんだよね 目つぶっちゃ <laughs> なんか初見さんがいる、いっぱい気がするネスタイドルに期生の旗見関ですよかったらフォローお願いしますクマクマあるよ でもポニーテールだからかぶれない <laughs> クマです <laughs> 頭長ってきてた頭長いよね ハートありがとうございました。手早いしさん。そう、これね、毛皮のまさんなの。マ、ま、ナさん、ハートありがとうございます。このまね、ダイソーで売ってますよ。お揃いにしましょう。<laughs> あ、これ100円だっけなちょっと、お高めのやつだったかも。100円だっけ ?300 円だっけ忘れちゃった。待って、タコさんじゃなくて、もマ,マハチさんがクマさんくれてる。もマ,マハチさん、クマさんありがとう。嬉しい。もマ,マハチさん。あ、待って、クマさんってこれじゃないもしかして。あ、待って、なかった。 まさんない。はちさん、熊さんありがとう。まありがとうございます。よかった、はたはた、はたはたでよ。福顔。 ヨコ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 間違えた猫って何こうか違う猫アポラさんありがとう可愛い,いなって嬉しいありがとうシュウさんタコちゃんありがとう ピン。 <laughs> エアーアクシュ丸 OK 嬉しいありがとうございますズッキュンズッキュン。ズッキュン すっげゅウィンクできない会いたい私も会いたいガクさんありがとういつみかんありがとう嬉しいあねえサインねえちょっとさこれ10時過ぎてもいいあ10時じゃない11時過ぎてもいいですかねサインね よこの英語のサインかこれ「みさき」って書いてあるあれ見えてる脳眠 <laughs> サインすてきほんときょうはそうなんかこれかえこう反転しないんだよねそう羽羽ハートと羽か って書くんだっけ。このひらがなとどっちがいい。書きやすい方がいい。三千人さんだ。嬉しい。ありがとうございます。え、待って両方いるじゃん。 さんありがとうございます。これね友達に相談したらひらがなの方がいいって言われたの。でもなんか書きやすいのはひらがなかな。 すごくない全部続けてビヨーンって書けるひらがな押さないかなるほどね漢字がいい漢字えちょっと書けないひらがなかわいいひらがなの方がいいのひらがながいいってえこうやってアンケートできるの できるあ、できる投票え、違うえ、これできるやっていいのかなこれどうやってやるの投票開始しちゃったなんかこちらが、こちらが一番こちらが二番 はい、ドンすごーい現在投票中ってなってるあ待った1番2番さてあなたはどっち ひらがなの方が誰だかかよく分っていいなるほど確かにね2番が可愛い両方可愛い農民次第1にしたって日米野球行かないどうやってやるんだろう待ってこれさできてる 一の方が大人ほんに私一の方が大人っぽくないと思った1番 1> 2番んか<回>こっちだとなんかかわいすぎちゃうかんって思ってこっちの方がかわいいのかな 五分まで投票やろう、そうしよう。すみやうるさいって、すみさんどこ?。すみさんなんだって。え、これ五分っていつ?。え、三分?。じゃあ、その間に、その間にって違うか。 もう一回見せよ。一番。二番。サイン欲しいなって、サインあげるよ。ほいほいほいってあげるよ。サイン会、サイン会とかあるのかな。むっちゃんとみーちゃん好きだって、すみさん。すみさん、わかるよ。私。 そ,そりゃいいじゃあわいにするすねいいかな感じがいいね感じはさなんかこういうさ下とかにさ書ここかな一緒にこことかでもなんか最初はさこれとこういう両方組み合わせたサインにするかもどっちがいいかわかんないから。 じゃあ終了せよ54321 <laughs> プップ終了おあ1番だってん ?1 番えこれどうしたいの?×バツにしちゃったあ一1番だってえなんか2番の方が多いのかと思った。 が良かった英語になりましたえなんか2番の方が多いのかと思ってたもんねびっくりっなんか多分最初はなんか両方組み合わせようかなって感じです特別バージョンで <laughs> もし書く機会があったらね ツイッターでも投票機能使って大丈夫だと思うなツイッターでも投票してもらった方がいいかな嫌な <laughs> 投票してもらったらなんか悩んでる自分がいるなんかどっちも捨てがたいなんかでもこれ飽きそうじゃないですか大人になったらもう大人だけど どうかサイン会ねあったらいいな気分で <laughs> そっかツイッターでもやれたらじゃあ投票もう一回してみるなんでみーちゃん僕のこと分かんえっ分かるよあのねのんちゃんの推しのんちゃんが推しの方お方 口の動きがねえ、なんて嫌だ、なんか。口動いてるすごい嫌だ、恥ずかしい。カメラ目線。やっほー。そう、右上の白いハートをピンクにしてくださると嬉しいです。みなさん、フォローしてください。 眠くなってきちゃった鼻がビクビクするねすごい嫌なんだけど恥ずかしすぎ早速しましたって嬉しいありがとうございますしてますも嬉しいありがとうフォローしてありがとうございますりゅうさんタコありがとう思いっきりフォローしてるってはるちゃんおやすみ あ、読めなかった。えっと、これだ。これさっき書いたんですよ。あ、<laughs> ね本当にごめんなさい。もう本当に嫌になっちゃう。これしたら終わりにします。 と、これね、10日と、<laughs> 18日、ショールームの配信番組が、に出るので、よかったら見てください。あと、10月14日に、ラォーレミュージアム原宿で、お披露目イベントがあるので、よかったら来てください。てか、絶対来て。 愛しか武器がないの握手会が12月16日が関西で1月19日が関東で大阪千葉であるのでよかったら来てください。はい。来てください。 わーい <laughs> そうごめんなさいめっちゃ事故る人でこれ立てるやつ買うね立てるやつ大人女子も来てもちろん嬉しいです視力悪いです なんでわかんの視力悪い自己アイドルってやっちゃったごめ <laughs> んなさいもう子供男子ありであげんちゃん来てくれるの私のにも来てください老人もいいよ当たり前しかも絶対老人じゃないやん すみスミなぜすみとがえだってスミさんとも,もっちゃんがなんかリップしリップし合ってるの知ってるはは <laughs> ちゃんの許可が出ていきます <laughs> ありがとう出なそうだな出たら来てくださいぜひエンセンス来てくださいじゃあ終わりにしようかしら ネイル。ちょっとのピッチきちゃったから恥ずかしいな。待って。すごいもう時間、ほらもう10分になっちゃった。大丈夫かな。明日もやるので来てください。毎日やるので来てください。今日もありがとうございます。私もありがとうございます。ケイタロ覚えるよ。覚えた。 黒髪にする予定ないな、今のところ。でも染めたばっかりの時はいつも結構黒、暗めです。今ちょっとすごい色落ちしちゃってるけど。あ、そう待って、ランキング読む。シュうさん、タコありがとう。タコさんありがとう。10日個人配信。10日 やる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 、もちろんたぶんやると思いますハートと花束ありがとう育友さんりっちゃ茶髪が似合う嬉しい茶髪でいたいなウいさんウいさんバラさんバラありがとう ありがとう大輝。じゃあ。名前じゃないランキング読むね。ランキング読みます。十三位。なゆたさん。ありがとうございます。なゆたさんいつもありがとう。十二。 いいが、阪急電鉄さん。いつもありがとうございます。ちいちがハヤト、はやと。はやとくんありがとう、いつも。じゅういがマッカ、まっかくん。まっかくんありがとう、いつも。次がね、あいこちゃん。あ、やばい、やばい。あいこちゃん。あいこちゃん、ありがとう。 いっぱいギフト投げてくれてありがとう。モナさん。モナさんありがとう。今日もありがとう。手林さんだ。手林さんありがとう。6位がロンロン。ロンロンもありがとう。いつもいつもありがとう。5位がたっちゃん。 たっちゃん、ありがとう。今日も待機してくれててありがとうね。ナッツさん。4位ナッツさんです。ありがとう、ナッツさん。そして、3位が花丸さんです。花丸。花丸さん、ありがとう。

ありがとうございます。嬉しいです。いつもありがとう。さすがです。いいファンがいっぱいだ。それな。明日も来てください。えっと、主研さんがもしいたら、 ショールームのフォローとツイッターのフォローお願いします見て熱い <laughs> あ本ほんとだもうすぐ4000人になるんだいやもうすごい1時間以上過ぎちゃったからな筋肉あるよ あらあすごい出てる抹茶。<laughs> <チ> <laughs> え意外とあるってやわらかい意外とあるってまたらかい マッチアイめ <laughs> っちゃ面白い <laughs>。明日何時にしたらいいちょっとね昼間から夕方夜かはちょっと出かけてるから午前かまたこれくらいの時間。 になります。そう。繋いでるとライターを両方一緒にしてた時期もありました。え、四千人まに行くまで続けるの？でもなんか行かなそう。 すぐ、あ、行くかな朝と夜、両方。<laughs> 夜夜か。ライターはね、ファッションとかコスメの記事です。ファッション、コスメ、うん、です。他にもなんか、いろんなくくりの、 ものがあったんですけど、私はファッションとコスメと、あとヘアだ。ヘアの3つの記事を書いてました。3つの記事雑誌じゃないです。なんかメリーみたいな。メリーってわかるかななんかネバーまとめみたいな感じネバーまとめの美容バージョンみたいな。 やつですねメリーみたいなやつメリーではないですよ兄ちゃんの記事ね見れるんだけどちょっと恥ずかしいなそう見れるよまだある全然キータンわかるよえ <laughs> ごめんてくださいキータン多分わかるよ キュレーション、そうキュレーションです見たいって教えてって言ってる <laughs> メイク配信かお茶こぶしてないよ今日はねあと少しで4,000人いくなんかちょっと待ってる自分がいた。 たてばさんもちろんわかるに決まってるよ <laughs> 優しい皆さんおしほちゃんたなてんてんさんわかるゆりりんもわかるよ 若くもかもわるでも顔がわからない方はたくさんいるそうそうそう,そう顔と名前をね一致させたいとてもショールームに毎回来てくださってる方はもう名前は覚えてるんですけど覚えちゃう覚えるんですけどしかも最初の方とか ランキングさ紙に書いてたじゃんランキンキグとかタワー立ててくださった方紙に書いてるのはなんかね覚えたかったから紙に書きましたそうだからね覚えるよそうちゃんとここにある覚えます ちゃんと連番ありがとう、すみさんやった。クワクで顔覚えるね。覚えたい私もとても。お4000人いってるー。嬉しい。よくなんか星集めとかで皆さん来るんだよね、たぶん。え、すごい嬉しい。4000人になった。わーい。 ラストアイドル2期生タッチ110番の畑美咲です2期生の最年長ですよかったらえっとショールームのルームのフォローとツイッターのフォローあとインスタもやってるのでよかったらフォローしてくださると嬉しいですお願いします 初めて来ました。好きかも。だって、嬉しい。ほんとやった。嬉しいな。げんちゃんも来てくれる嬉しい。ありがとう。たくおさん、しゅうさん、フォローしました。ありがとうございます。初めて来ました。ゆうぽん。ありがとう。初見さん、嬉しいです。とても。 スタイドルの二期生です。畑美です。よかったら知ってください。知ってください。おっちゃんは顔も覚えた。本 <laughs> 当嬉しい。 かなかな覚える。もちろん覚えます。そう、右上の白いハートをピンクにしてください。ピンク色にしてください。ラスタイル勉強します。嬉しいありがとうございます。よかったらツイッターもフォローしてください。毎週土曜日に、の深夜に、 ラストアイドルの番組もやってるので、よかったら見てください。ですね。よし、じゃあ、応援にしようかな。すいません、なんか長々とやってしまって。いつも皆さんありがとうございます。また、配信するので、ぜひ来てください。 嬉しい。ありがとう。泣けてくるよね、こういうの。ありがとうございますい。じゃあ、今日は終わりにしたいと思います。明日午前中か夜に配信するので、また来てください。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。<laughs> バイバーイ。3、2、